えー、例の片思い9年目の女社会人です。先ほどの自分磨きの件について確かにお金分かれますが、再権なく採算したりはしません、えー。なんなら彼の周りの女の子たちに勝る唯一の長所が金銭管理能力だと思っています。毎月た積み立てもしているし、今後2世や i 子も始める予定です。ちなみに毎月のお小遣い3万、それでも余ったお金を自分に使いたいのは私が他の女の子に勝るビデを持っていないからです。もし自分磨き以外に良いアピール方法がありましたらご供述いたと幸いです。えっと、お金持ちになってください。 要は、あの、彼氏が見た目も良くて面白いとかであれば、お金を持ってる人と結婚して、その彼氏が働かないっていう選択肢もあると思うので、例えば貯金2000万あるよとか、もうすでにあの、なんかマンション持ってますとかであれば、は金持ちや結婚相手としてはありかな、みたいになったりすると思うので、まあ、多分その、周りに女の子をはべらしてるっていうことは女好きだと思うので、えっと、結婚して若い女の子と遊んでも許すっていう相手だったら、結婚してもいいかもってなる可能性があるんですよね。 要はその、結婚って普通浮気をしないなんですけど、浮気してもいいよっていう人だったら、あ、じゃあ結婚してもいいかもってなったりするんですよ。あの、芸能人で芸人さんとかでよく結婚する人っているんですけど、あの、浮気するの当然だよねっていうのを許してくれる人って結婚。 結婚しやすいんですよ。要は芸人って浮気とかするのも芸の怪しいみたいなのがあったりするので、なので一切浮気しませんっていうのだと、じゃあちょっと結婚はできないわってなるんですけど、まあ浮気ぐらいだったらいいよって言ってる人だったら結婚してもいいかなみたいな人もいたりするので、なんでその金持ってます、浮気も許しますっていうのが、あの割とその結婚する利点になったりするので、そこら辺をちゃんとあの自分で主張してみるといいんじゃないでしょうか。